エクセター。エクセターは、イギリス海軍の従順洋艦。ヨーク級。艦名は、デボン州のエクセターにちなむ。エクセターの名を持つ艦としては4隻目に当たる。エクセターは、イギリス海軍の1927年度海軍計画において一隻の、建造が認められ、建造、収益した、従順洋艦だが、イギリス海軍における最後の従順洋艦となった。 エクセターと姉妹艦のヨークはそれまでの従順洋艦の8インチ、主砲8門とは異なる8インチ主砲6門で、これは1921年から1922年におけるワシントン海軍軍縮条約による保有トン数量の制限の影響を出る。発注はヨークの2年後であった。エクセターの設計にあたってはヨークをタイプシップとして既存のカウンティ級で得られた。 運用実績により実践的な設計がなされ、従ってエクセターの設計はヨークでの経験を踏まえた改良が見込まれた。トップウェイトの増加に合わせて間幅は1フィーッと広げられた。収益後に選手廊の側壁を魚雷発射管の手前まで伸ばし居住空間を増した。前後に長い東型環境の形状はより低くされ、 水面から16メートル以内に抑えられた。ボイラーからの排煙管は、ボイラー室後方に収められ、ヨークでは傾斜した煙突が必要だったのが、エクセターだけは、環境から離れた位置に直立した煙突を装備し、排気煙の確実な排気ができるようになった。その結果マストは直立し、後方の煙突は太くなった。8インチ手法等の天板はヨークで考えられた。 カタパルトの装着には不適であったため、エクセターでは収益後に2番煙突の後方に航空施設を設け、中心線から斜め45度の角度で2機のカタパルトを没しさせた。この工夫により、風向きに関係なく水蒸気を発汗させることができた。水蒸気の運用には右辺にクレーンを装着した。収益後の百四十一年の大修理の際に環境に 車風装置が付けられ、前後のマストを三脚型とし、新たに搭載した279型レーダーのアンテナを設置した。また、一番煙突の側面にあった 10.2cm 単装広角砲4機が撤去されて、新型の 10.2cm 連装広角砲を、環境と一番煙突の側面に1機ずつ、計4機とした。搭載期間には、従順洋艦と同じく、 オイラーは、アドミラリティ3動式重油潜傷水管管発揮。タービン機関は、パーソンズ式、オールギアードタービンを4機4軸合計で、最大出力8万 SHP で、最大速力は32.5ノットを発揮した。機関配置は、前代戦時の走行巡洋艦のように、監視側に艦室、管備側に機、側に機関室、推進機室を配置する。 全艦全機方式であった。カウンティ級においては3本煙突であったが、追い風時に肺炎が環境にかかるのを防ぐために、前側2機と中央部の4機の肺炎を一番煙突に導いたために、煙突の本数は2本であった。原則防御は、機関区のみを防御するもので、高さ4メートルの装甲板が、最も厚い箇所が76ミリメートルで、 末端部は2。5mm へとテーパーしており、前後隔壁の8。9mm 装甲と接続されていた。弾薬庫は減速。防御とは別個で、側盾が127ミ、mm、リメートルで前後隔壁と天外が7。6mm であった。主砲塔は最厚部で2。5mm でしかなく、バーベットは最厚部で 19mm である。 水平防御は主パンの平坦部が 25mm で、傾斜部は 38mm であった。機関区を守るだけの短い範囲内のみで幹主から環境脇、水分から艦備までの広範囲は無防御であり、その防御様式の正当性は実戦で証明された。弾薬庫は艦中央部にあったものが完全方及び後方に分散配置され、 ボックス下デルで守られた。10.2センチメートル複方圏降格法は弾薬庫の移動に合わせて容易に急断できるよう前方に移動した。ラプラタ沖海戦ではこの強化された増設装甲隊がエクセターを助けたと考えられている。エクセターはデボン州プリマスのデボンポート造船所で1928年8月1日に寄港し、 1929年7月18日に浸水。1931年7月27日に竣航した。1932年には、艦中央部の上部デッキに走行が追加され、煙突後部に作業スペースが形成され、フェアリー E 型水蒸気2機が搭載された。1935年には、50、62ビッカース機関銃が多数増設された。 1937年に水上機、偵察機がスーパーマリンウォーラス飛行艇に更新された。エクセターは第二次世界大戦が勃発すると、従順、カンバーランドと共に南アメリカ戦隊、G 部隊を形成した。1939年12月13日、軽巡、エージャックス、アキリーズと共にラプラタ沖海戦で、 ドイツのポケット戦艦アドミラルグラーフ・シュペイと交戦した。エクセターはエイジャックス、アキリーズと分かれてグラーフ・シュペイに攻撃を行ったが、グラーフ・シュペイの反撃により11インチ砲弾7発の直撃を受け61名が死亡、23名が負傷した。すべての8インチ砲塔が故障し、速度も18ノット、時速3 3トルに低下し、後退を余儀なくされた。 エクセターは、フォークランド諸島のポートスタンリーで、応急処置を受け、その後1940年2月から1941年3月まで、かかってデボンポートで修理が行われた。エクセターが大口警報の直撃を受けながらも、沈没しなかったのは、乗組員によるダメージコントロールの努力と形状の改良による、ものであった。この時に、 対空火器が強化され、279型レーダーも装備された。1941年に艦隊に復帰すると、エクセターも大西洋での戦団護衛任務に就いた。その中には、ドイツの戦艦ビスマルク追撃戦の間に行われた、中東に向かう WS-8B 戦団の護衛を含む。その後エクセターは極東へ向かった。 1941年12月の日本との海戦において、エクセターは日本軍の侵入からオランダ領東インド諸島防衛を意図したオーストラリア、イギリス、オランダ、アメリカによる四国連合艦隊、アブデコム一部を形成した。1942年昭和17年2月15日、エクセターはアブダ連合艦隊の指揮下、軽巡三隻、駆逐艦八隻とともに、 ガスパル海峡を北上し、日本軍輸送船団の攻撃に向かっていた。日本軍偵察機は、戦艦一隻、慶應、艦三隻、駆逐艦八隻と報告し、空母流上及び基地航空隊の一式陸上攻撃機や96式陸上攻撃機が反復攻撃を行った。深刻な損傷はなかったものの、航空機の援護のないアブダ連合艦隊は、反転。 期待した。二月二十七日、エクセターは、スラバヤ沖海戦に参加した。第五戦隊、第二水雷戦隊、第四水雷戦隊と交戦中、おそらく従順歯黒の砲撃によりボイラー室を損傷し、スラバヤへの交代を命じられた。エクセターを援護した三隻、エレクトラ、エンカウンター、ジュピターのうち、駆逐艦エレクトラが、エクセターの援護中に駆逐艦アサグモ。 ミネグモの砲撃で撃沈されている。バタビアから、スンダ海峡を経由して、チラチャップへ向かおうとスンダ海峡へ達した1942年3月1日午前中、オランダの病院船オプテンのおりを捜索していた、日本海軍の駆逐艦アケボノと遭遇、砲撃船となった。続いて、偵察機に誘導された、従順洋艦2隻、第5戦隊、 高木武雄少将、なち、羽黒、駆逐艦二隻、山風、高風が、出現、弾薬の不足していた第五戦隊は、第三艦隊、司令長官、高橋芋将、機関足柄の従順二隻、足柄、妙高、駆逐艦雷の援軍を要請し、第五戦隊と第三艦隊の両者で、エクセター、エンカウンター、ポープを攻撃した。 砲撃来撃の集中攻撃を受けたエクセターは、無限に大きく傾き始め、13時30分に沈没した。さらに、日本艦隊の追撃と、空母流上の艦載機の支援により、エクセターの護衛に当たった、エンカウンター、ポープも撃沈された。3月1日の戦闘で、第3艦隊、足柄、秒高は20センチメートル砲弾1171発。 さらに足柄は 12.7cm 広角砲14発、第5戦隊、なち、羽黒はセンは 20cm 砲弾288発、雷は 12.7cm 二百279発、従順4隻、那智、羽黒、足柄、妙高は、魚雷合計24本、駆逐艦3隻、雷、山風、高風は、魚雷合計11本を発射した。なお、 エクセターの沈没時、妙高偵察機が雷の雷撃とエクセターの開い、沈没を写真撮影した。この写真は、写真集報、第215号に掲載された。なお、大本営海軍報道部は、エクセターが、ラプラタ沖海戦で自陣に追い込んだ、ポケット戦艦アドミラルグラーフシュペイの仇を撃ったと、宣伝している。この日、 駆逐艦の天津風が病院船をプテンのール護層のため戦闘海域を航行していた。すると、エクセターの生存者多数を発見、第二水雷戦隊機関人数に救助を依頼すると、漂流者に対し、別に救助船来ると、英語で知らせ、その場を去った。その後、エクセターの艦長の OL ゴードン大佐を含む798名の連合軍将兵は、 日本海軍により救助され、天津風の手によって、ボルネオ島、バンジャルマシンに連行されていた、病院船をプテンローと引き渡された。この区難の詳細は、工藤俊作、伝を参照。また山風に、救助されていた、エクセターの乗組員67名は、マカッサルで、ンケ順ジュンジャワの生存者と共に、海軍陸戦隊引き渡された。この救助の時のことを、 雷艦長伝令だった佐々木氏は、さすが、イギリス海軍士官と思ったと言い,い、次のように改装している。彼らはこういう状況にあっても、秩序を守っておりました。艦に上がってきた順序は、最初が、エクセター副長、安全確認のため、艦長よりも先に上がった。次に、エクセター、エンカウンター両艦長、続いて、負傷兵、その次が高級将校、そして、 歌詞完璧、そして、殿が青年士官という順でした。当初、雷は自力で動けるものを先に上げ、重傷者は後回しにしようとしたのですが、彼らは、ガンとして応じませんでした。その後私は、ミッドウェー海戦で、戦艦、春名の乗組員として、カッターで、沈没寸前の空母乗組員の救助をしましたが、これと対照的な情景を目にしました。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。